村上こと一輝のパリ野郎ということで、はい、ありがとうございます。ギャラリーが今日はいるので大勢、はい、ちょっと朝早いので早いですね、はい、10時パーティー感が、そもそもちょっと最近パーティー野郎じゃないんじゃないかと一輝が、うん、ああ、それよく潰れてるっていう、ね、うん、もうちょっといかんすね、うん、パーティー会場で、何あれ、パーティーしすぎて潰れてる、パーティーしすぎて潰れました、うん、パーティーしすぎやろう弱くなりましたね、ちょっともう控えようかなと思って、うん、そうそうそう、この間一輝がね、DJ してるパーティー遊びに行ったら、ね、村上さん着いたらもう死んでたって、お客さんでも怒られるレベルで酔っ払ってたよねお前客以上やなみたいな階段下で寝てたって、そうそうそう、一言も喋ってないからね、ですよね、村上さん来た時もう俺動いてなかったっすね、うん、ただ位置は変わってた、あ、最初なんか外で寝てた、クラブの外で寝てて、で帰る時はなんか階段で寝てなんか誰かに、いや外だよって言われて、そう、そのままで俺 あのパーティー行く前に佐賀くんが DJ してるとこも行って、あ、はいはい、自分も DJ で終わってから佐賀くんと一気にとこ行こうと、はいはい、佐賀くんに関しては会ってもいないねどっかで寝てたらしいけど、うん、もう誰かグルーお酒が弱いんですよ、弱い、ね、でもそれなりに飲んだんですよ結構、呼んだ、まあ、行くの遅かったからね、呼んだお客さんが結構おおって入れてきて、で次の日あるでしょ、朝から演奏でしたねピアノの、はい、ちょっと大変でしたけども、ちょっと本当にテキーラは怖い、はい、でですね、今日はね、椅子が、はい、椅子がもう一つある、はい、ということですので、ということで、かねてから呼んでいた、はい、3度目の正直ぐらいえ、ゲストはあれか、TJO 以来、 TJO さん以来ですね、ですね、はい、じゃあ、登場してもらいましょう、どうですか、はい、どうぞ、はい、こっちでこっちで、こっちで、あ、はい、はい、はい、ね、誰なんだそうですねこのちょっとね、あの猿顔誰なんだっていう若干須藤元気に似てる、いや、ですねはい、なんだろう、まあパーティーカメラマンのタナ、そうです、タナと申します、タナでいいの、タナガイダンスショット、ガイダンスショットのタナです、うん、あ、なるほど、ガイダンスショットっていう、まあそうですね、事務所というか、自分のそういうのがあって、あ、クルーというか、はい、はいはいはい、で、のタナ、そうですね、部長代表のはい、のタナでございます、はい、で、なんだろう、パーティーカメラマン、パーティーカメラマンとは、まあちょっと聞きなじみのない人の方が多いかもしれない、うんうんうん、まあ前さ、なんか話しとったよね、その昔なくて今あるものみたいなので、ああ、そうですね、そうですね、そのパーティーカメラマンとゴーゴーダンサーみたいな、はいはいはい、今って割と当たり前のようにいるけど、そんなに昔はそうですね、なかったよね、で、ゴーゴーダンサーっていうのはまあDJ、 俺らが DJ やってて、まあでも MC もそうか、その今なんか結構ほぼマストぐらいでいるけど、うん、いますね、昔なんてそんななかったもんね、うん、ヒップホップとか以外は、確かに、うん、で、まあホスト MC でしょ、はい、で、ゴーゴーダンサーで、パーティーカメラマン、パーティーカメラマンって何ですか、パーティーカメラマンですね、まあよくクラブイベントや、まあ二次会とか、まあ、そういうとこに、よく出現するカメラマンですね、本当に。で、うん、まあ、主にそのスナップを撮るっていう。そうですね、スナップ。まあ、場合によっては、もうムービーも。はいはいはい。もうムービーも撮って、まあ、編集もしたりとか、するんですけど、まあ、僕なりの定義は、まあ、お客さんとなるべく近い存在であって、一緒になって盛り上げつつ、うんうんうん、なるほどね、楽しみつつこう同じようなその空気感を写真に収めるっていう、うん、うん、ですね、まあでもまあパーティーですからね、そうですね、はい、そう、はい、でまあ なんだろうね、なんかパーティー、まあ一応パーティーやろうっていうことで、はい、まあ、パーティーつながりで、そうですね、そう、まあちょっと DJ とかとはね違った視点で、はい、なんかそのパーティーの話したら面白いかなって言われて、うん、そうです、ね、なんだろうなんか知らんけど出てよみたいな出たいって言ったんだよね、そうですね、自らちょっと出たいなって、そうそうそうで、まあいいんじゃないって言ってたけど、はいはいはい、まあ、なかなかご多忙 で、いやいやいや、うん、本当に申し訳ないですね、いろいろタイミングが合わなくて、ね、で、ね、今日朝9時ぐらい、9時前ぐらいに連絡して今10時過ぎでもうここにそうですね、そうですね、はい、ちょうど運よく起きてたって、そうだよね、うん、俺絶対寝てると思ってダメ元で
ちょうど編集してたんですよ。うん、そしたら村上さんから LINE 来て、あれこれはまさかって思って。よかった、ね。よかったですね。もうなかったことにしようかと思ってた。そうか。で、なんでしょう。そうですね。うん、まあ、今までじゃあ、うん、あの DJ 目線の話が多かったので、はいはいはい、まあ、そうある意味あ、ごめん。ちょっと本題に行く前に、はい、もうちょっといいパーティーカメラを。あ、どうぞどうぞ。どうなの。はい、忙しいの。そう、結構仕事ってあるわけ。ありますね。うんうん、まあ平日依頼してくれるクラブさんとかもありますし、週末はもういろんなとこからこうあって、うんうん、もう僕一人じゃ回せないんで、ちょっとクルーのやつに。いつぐらいからだろうね、その浸透してきたのって。そうっすね。でも今とかやっぱさ、インスタ、ツイッターがね、うんうんうん、中心っていうかさ、若い子とか、はいはい、だからあれだよね。ちょうど僕が、うん、まだガンガン遊んでた23、4とか、うん、そのぐらいの時から、うん、確か行ったはずなんですよ、うん、でも大体今どこのパーティー行っても写真撮ってる人いるもんね。そうですね。でも本当にその頃は全然少なくて、うん、それでお金を多分取ってる人も少なくて、まあ趣味の延長でスナップ撮りますよみたいな感じが、まあ今はでもちゃんとビジネスになってきてるんだよね。はい、まあ SNS がやっぱちょうどその頃はミクシーとか、うん、ちょうどそれでアルバムとかがこうミクシーの中にアルバム写真を載っけれるってなって、でその後に Facebook とか。うん、まあやっぱ SNS と同期してるというか、そうですね。なんかもうそれが結構そういうなんていうんですかね、宣伝になるっていうのを、うんうん、加工側も、うんうん、もう分かってる。なるほどね。おそうか。まあいろいろね、面白いね。そうですね。なんかそのまあ仕事だからさ、来たらやるだろうけど、はい、条件外、はい、でもそのあるの、やっぱテンション上がるパーティー、上がらんパーティー。いやー、ありますね。あるんだ。まあそれはあるって言っちゃうんだ。あります、ありますよ。はい、それはの人間ですから。まあでも旗から見ると一定のテンションで多分、うんうんうん、イエーとか言って撮ってると思うんですけど、まあ中ではやっぱあるんですけど、うんうんうん、まあ最近で言うと某ロックフェス、うんうん、無料のあるんですけど、うん、そこ、まあ、ロックあんまり撮らないんで、うんうん、久々にこう、まあ、10代はロックめっちゃ聴いてたんで、うんうん、あーテンション上がっちゃった、はい、うん、うわーこれ、まあ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 、めっちゃテンション上がるわーって思って、だからまあなんかかっこよく言うとそのお客さんと近いノリでというかそういうあれだけど、まあぶっちゃけると自分もパーティーしながら撮るということだよね。そうですね、うん、そのもう楽しみながら パーティーの盛り上がり方がお客さんわーに対して僕はもうカメラにすごい集中してパパパパパパってもうめっちゃ出るんですね。うん、そうか、なるほど。どう、嘘言ってない、嘘言ってないですよ。嘘相手嘘相手なんですよ。まあでも撮る。そうですね、すごいですね。壁にカメラ置いてる時もあるけどね。あれって何、時間で何時から何時とか何枚撮ってとかの。大抵はもう、うん、その何時から何時までっていう拘束時間で、はいはいはい、まあ、うん、もうまとめてのね。でもう全部渡すの、チョイスして渡すの。もう撮って出しの時もあれば、うん、まあ、自分でチョイスして編集して渡す時もあるんで、うん、その例えばイベントのロゴの、はいはい、ロゴをもう全部の写真に入れてあげて、なるほどなるほどね。そういう作業も一応、そうかそうか、やってるんです。なかなか何百枚と編集するんですもんね。そうですね。僕らはそのパーティーが終わったら終わりですけど、うんうん、カメラマンの人はそのパーティーが終わったらその枚数を編集しなきゃいけないんですよね。そこを皆さん分かってくれなくて、なんかその時間もあるっていうことを分かってくれなくて、うん、そうなんですよね。ちょっとそこがやっぱ、うん、傷つくと思うんですけど、
まあ、その拘束時間だけで捉えがちなんで、ね、そうそうですね、そうですね。でもそれは俺らも一緒だからね。まあまあそうですね、結構30分とか1時間とか2時間で撮られがちだけど、うん、そこにどんだけ準備しとるかって言ったらね、はい、曲を探してあれですよね。そう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 ですね、はい。じゃあまあまあね、じゃあタナもういいよ。せっかくなのでそうですね、まあ、各地方面に多分いると思うんですよね、パーティーカメラ、うん、そうですね、もう結構いろいろなとこに出現してると思う、はい、うん、もっとこう一体になってみんなが、うん、でもなかなか画期的っていうか、あんまりそのパーティーカメラマンの話聞くことないと思うから ね、多分見てる人も、はい、そうですね、そうなんだみたいな、まあ、なんか酔っ払ってこう適当に撮ってるんじゃないかって思われがちなんですけど、うん、実は曲もまあすごい言ってるんで覚えるんですよ、うんうんうん、で曲の盛り上がりでこうみんなが手を挙げるタイミングとかも、その、まあ、慣れてくるともうそのタイミングで一緒にこう、うん、そうだね、バチって撮って、うん、確かにバーって人いるけどね、その盛り上がる曲でもさ結構サビ前とかポカンとしてたりする時あるじゃん。そこ撮ったところでね。そうなんですよ、うん、だからもうそのタイミングでこう、うん、例えば人と喋っててもあこれはもうガチで盛り上がる、うん、みんな手を挙げる曲だって思ったら、うん、ちょっとごめんって言ってささって言って、ね、撮ります。なるほどね。俺とかシャッターチャンスいっぱいあるでしょ。そうですね。脱ぐなとか分かる。もう神様はもう本当に、いやいやいやもう過去にさまざまなもういろんないい写真を撮らせていただいて、そうですね、際どい写真ももう表に出ない写真もたくさん保有しております。そうなんだ。もうあんま下手なこと言うとか、あとね、後頭部撮るときは教えてね。一言、それはちょっと気をつけます。自分でびっくりするときは誰これみたいな、あ俺じゃん。なるほどっすね、はい、で、今日は、はい、で、まあ、ただもうあれだよね、まあ、いろんなパーティー出るし、いろんなジャンル聞いたりね、さっきロックとか好きだとは思うんだけど、まあ、もう割と一時期レゲエが好きで、そうなんです ね、なんか俺はレゲエのイメージがあって、うん、あと日本語ラップとかも好きなのね。ああ好きですね、まあうんうん、レゲエはもともともうパーカメやり始めたきっかけが、うんうん、まあ入り出しがレゲエから入ったんで、だからレゲエ界隈の人たちも結構仲良くさせていただいて、ね、そうそうそう、だから、うん、まあねちょっと今日の、はい、テーマというか、前回のパーティーアル第13弾、はいはいはい、オープン DJ のことを話した回なんですけども、うん、見てるパーティーアル、いやいやちょこちょこ見てます。本当なかなかのちょっとタイミング的に見れない時もあるんですけど、ちょこちょこ見てます。俺こないださもうすげえ大先輩の DJ の人がさパーティーアル楽しみに見てるよって言われて、めっちゃテンション上がった。それテンション上がるすごいですね。で、視聴回数720に対してコメント1件いただきました。そんな具体的に言わなくてちょっと少ないな。正直1000オーバーだったね。そうですね、まあ、ちょっと皆さんちょっとマンネリ化してしまってるのか。いやいやいや、しないしない。今日もうタナでボーンでした。いやいやいや、もう宣伝します。はい、セブン R さん、そうで、なんかヒップホップ、はい、はい、ヒップホップ R&B の盛り上げ方をやってほしいです。はいはい、そうで、まあどっちかっていうとね、そのガッツリ四つ打ちとかっていう、ね、はい、まあブラックミュージックみたいな、そうそういうとこで遊んでたでしょ。もうそうそうですね、もうガッツリそういうもう箱で遊んでましたね、うん、だよね。でもこれちょっと、うん、いろんな箱の種類あるじゃないですか、うんうん、それ言い出すともう多分本当にキリがなくなっちゃうんで、うんうん、ちょっと大箱中箱、まあ、いわゆる一般層ディスコによってる箱での盛り上げ方に絞ります、ね、うんうん、いやそうそうそう、だから このさ質問見てさ、何だってヒップホップ R&B のパーティーとか、はい、ヒップホップ R&B で DJ だったらもうそれかけるしかないわけだから、だから多分この質問は、はい、いろんな曲が自分もいろいろかけたり他の人がいろいろかけている中、ヒップホップ R&B でロックするにはどうしたらいいんですかっていう質問だよね。そうですね、うん、だからまあそこに、はい、ちょっと着眼点を絞って、はい、どうですか。僕ですか、はい、そうですね、僕は、うん、ちょっとポップ寄りに行きます。うん、でも全部ポップ寄りじゃなくて、うん、
それこそ今回僕パーティーアローでレッチリとか入れたんですけども、ああいうちょっとミクスチャーロックなラップもありつつロックもありつつみたいなので、あれも結構みんな知ってる曲じゃないですか、詳しくない人も知ってるような曲なので、そういうのを入れつつ、レッチリの何ギブイットアウェイで、そういうのを入れつつちょくちょくちょっと最近のトレンドの曲とか、あとは昔すごい流行ったもう大ヒット曲みたいなのを入れて、どん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 馴染ませていくっていうやり方の方が一番なんだかんだ多いですね。あんまりがっつりしたのを連続することはないですし、で10曲に1回ぐらいリリックとかも考えるんですよ。いわゆるあのリリックつなぎってやつをやって、ちょっと好きな人にも匂わせるみたいなことをやる。まあそのヒップホップ、R&B とか、まあ、レゲエもそうだけど、その歌詞の内容とかリリックでつなぐっていうのがね、はい、まあカルチャーとしてあるんだよね、はい、あの果たしてそれが伝わってるかどうかは、ね、そうですね僕はそうですね、はい、まあでも一期も割とどっちかっていうと四つ打ちっていうかね。そうですね。でもまあそういう大箱でいろんなジャンルかけてた時もあってってあるだけど、はい、割合的にはどうなの、結構かけるの。かけますね。あの特にハウスをやろうって思わない日は、うん、思った日以外はほぼ僕 R&B とかやってるんで。それってでもどうなのなんかそのまあ四つ打ちの DJ だけど割り切ってやってるのか、まあ、それも含めて自分あ全然楽しく四つ打ちとしてこう、うん、なんていうの DJ 一期のスタイルとしてかけてるのか。あなんかでもなんて言うんでしょう、こう自分として見せたい DJ の現場と、うん、こうお客さんだけを楽しませたい DJ の現場ってなんか自分あって、うん、なんて言うんでしょう、特にそういうことやるのって僕サウンドバーとかが多いんですけど、なんかこうよし DJ 一期だっていうもうアーティストっていうのをちゃんと出していくんだったら僕割と四つ打ちをガンガンやるんですけども、こうなんか例えば誰かのバースデーとか、うんこうみんなでちょっと楽しむパーティーっていうのになったら、うん、そういうのに限って結構長いんですよ時間が、3時間とかやるんで、うん、そしたらもうポップスとか、うん、もうそれこそ J-POP とか、うん、レゲエ、R&B 全部混ぜてやるってことの方が多い、なるほどねっていう感じですね、うん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 、そうかそうか。まあどういうあれだっけちょっとヒポップ、R&B の盛り上げ方やってほしい。そう、盛り上げ方か、はい、まあ俺結構ね簡単かなと思ってて、ああまあいろいろその掛けてる中で、あのヒップホップ R&B をどうやって盛り上げるかっていうのは、そのなんでしょう、多分そういう箱とかパーティーだから、要はそういうの好きなお客さんもいるってことだよね、うんうんうん、で EDM とか好きなお客さんもいるっていう、はい、ところでどうそのヒップホップ R&Bで盛り上げるか、そこをピークに持ってくるかっていう話だから、まあすっごいシンプルに言うとヒップホップ R&B をだけで盛り上げたいのかな、自分のプレイ。そういう、まあ、そこでそこかけた時にロックしたいっていうことだよね。であれば、うん、あのやっぱりヒップホップ R&B 以外をまずかける。だからヒップホップ R&B で盛り上げたいんであれば、まあ EDM なりちょっと他のジャンルとからでうまいことこうねガッとこう集めといたり、うん、でそこでスコーンって行ってドンみたいな、はいはいはい、うん、待ってました、はい、うん、だから飽きさせるみたいな。そうだよね。だからまあいろんなやっぱパーティーとか自分の流れもあるだろうから一概には言えんけど、はい、でも単純にそのいろいろかける中でヒップホップ R&B で盛り上げたいっていうんであれば、まあそういうことだよね。そうですね。あのまずヒップホップ R&B 行っちゃうじゃなくて、そこをいかに入らせるかっていうかけ方かなと思うね。まああとは多分そのがっつりヒップホップ R&B の DJ の話じゃないじゃんこれって。そうですね。だからなんだろう、まあ、俺とかは割とそっちもっていうか、まあ、もろ本来そっちだから、はいはい、あれですけど、多分そのヒップホップ R&B が盛り上がんないってちょっと思い込んじゃってるところもあると思う。うん、だから、どうしても、
なんていうのかな、ちょっとお客さん休憩させようっていう時にかけたりとか、いわゆるロービートって言っちゃうんですね。そうだから、うん、そうやってかけたらそりゃそうなるよね、はいはいはい、でもさまあそのお客さんとかも多分そのヒップホップとかアロネビーのがっつりそういうパーティーには行かないけど、いろいろかかるところでヒップホップアロネビーがかかると嬉しいなっていうお客さんがやっぱり来てるから、あ、そうですね、うん、そうだからまあなんだろう、うん、まあ待ってましたっていう感じに、うん、まあ、持ってけばいいし、はい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 、その絶対自分のテンションもさ、まああるよね、やっぱそれって伝わっちゃうっていうか、うん、あ、うん、だからみんなこれ待ってたんでしょ、もう早い EDM もいいけどこのヒップホップで盛り上がろうぜっていう感じで書ければやっぱ好きな子はわーってなる、うん、はいはいはい、と思うかな。でちょっと話ずれるけどさ、はい、まあ俺今回のパーティーアローもそうだけど、前回グリーンデーとかも紹介してた、はいはいはい、まあ俺割と新譜とかも好きだけど、うん、古い曲もバンバン書けるスタイルでやってて、はい、例えばさボンジョビのリビンオアプレイヤーとかって、はい、もう絶対盛り上がる、はいはいはい、もうド定番だし、俺はっきり誰であんま滑ったことない、もうみんなわーっていうの、そうですね、この前もあの一緒の現場の時にもうでしょ、完全にその日来てたゲストより盛り上げてて、なんかそんなことない、そんなことない、うん、一番ゲストの中で盛り上げてて、でもさ、例えばさ立ち上げでさリビオンプレイヤーかけて絶対メイクできんじゃん。そうですね、あれがかかったからみんな踊り出すとか、はい、じゃないと思う、はい、だから実はそう、今回俺パーティーやろうですごいそういうよくかけるクラシックばっか紹介してるんだけど、でもこれ絶対かけ方と状況が噛み合っての爆発曲で、はいはいはい、例えば最近の新譜のさ、あの何新譜っていうか、まあ、分かりやすいヒップホップアランドビーでもいいし、EDM でもいいし、トップ40でもいいけど、つかみの曲とか、まあお客さん踊ってないけどこれかけたら絶対踊り出すとかあるじゃん、そういうキーになる曲って、はいはいはい、でもそれとは違うよね、うん、だからなんか、まあ、もちろん好きっていうのもあるけど、あんまり今いないと思うんだ、その毎回絶対ボンジョブかけるよ、別に俺ロックの DJ じゃないし、だから、まあ、自分のお箱だからある意味絶対滑れないっていうか、滑りたくないっていうか、かける以上はもうドッカンと来なきゃ嫌だっていうつもりでかけるし、うん、そういうタイミングでしかかけないから、はいはいはい、だからバンってなるんだよね。そうですね、うん、だからそういう意味ではヒップ、まあたまたまボンジュバイロックだけど、はい、そのヒップホップ R&B で盛り上げたいっていうのも、まあそういうね意識っていうかさ、あなんかすっごいアゲアゲのイデオで俺やっててヒップホップ R&B かけたら盛り下がるかな、どうしようかなとか、うん、あちょっとみんな疲れてるからちょっと空気変えてこの辺かけよう、じゃあやっぱりドカンとはなんないよね。うそうですね、うん、でもさあるでしょ、最近なんかほんとヒップホップとかランドビーの方が盛り上がってる時とかない？いやー、ありますよ、現場によってはもうヒップホップ R&B レゲエの方が盛り上がるとかもあるんで、うん、徐々にそのみんな前までは EDM ばっかりしか聴いてないのかなと思ってたんですけど、うん、ヒップホップ好きもなんか若い子も増えてきて、うん、結構もう最近の箱の DJ も合間に結構ちょくちょくかけてるんですね。まあそうだよね、うん、だってねえちょっと前のソウルじゃないけどさ、はい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 、ジャスティン・ビーバーのね、今なんかもうエド・シーランのシェイプ・オブ・ビューとか結構パリピもこんな感じで、そうっすね、すごいよね。いやほんとすごいですよ。あと僕ら世代黄金期知らないんですよね、ヒップホップは。ああなるほどね。ちょっと、うん、早めにクラブ行ってた子は知ってるかもしれないですけど、特に僕より下のは特に知らないんで、多分どんな感じだったのかって。いやもうだからそれこそ本当ねトランスとかいろいろ流行ってたのもありつつちょっと落ち着いてみたいな時なんて本当どう、それこそショーン・ポールのゲットビジーとかが一番盛り上がるとか、そういう時もでもね
俺シャミンポールはねすごいなと思う。やっぱむちゃくちゃ人気あるよね。いやなんか一般層に人気がある、うん、本当に俺らが思ってる以上に、うん、あれだからレゲエ好きとかじゃない人とかでも知ってますもんね。すごいよね、うんうん、まああとはなんかなんだろう本当に四つ打ちとか早いのまあ俺はかけてたけどもうそんなんかけたものならもうフロアから一人いなくなるとか、全然そんな時代もあったよね。ありますね。ええみたいな。そうなんですね。そう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 。だからまあちょっと話戻すとあのね一時はさまあ結構 BPM 早めのね、はい、アッパーチューンというか EDM とかトップ40でボンボン来てたけど今逆にちょっとその辺も難しくなってきてるというか、はい、そうですね、難しいですね。ちゃんと展開とか流れ考えていかないとあんま盛り上がんないっていうか、はい、なんかもうちょっとお客さんも不感症みたいになってきちゃってるんだよね、うん、それは本当に思います、うん、いろんな箱見ててもうみんなこう聞き飽きちゃったっていうか、そうで DJ もでも結局安牌にいっちゃうから、うん、そう、ね、そうなので、ね。その例えば EDM とかでがっつり行きたいっていう子とかもさそういういろいろかけるスタイルとかいろいろかかるパーティーだったら絶対一辺倒に EDM 行かない方が、まあ、もちろん四つ打ちの中でメリハリつけるっていうやり方もあるんだけど、はい、まあ本当にいろんな曲をかけて EDM 行った方がドカンってなるよね。そうですね、うん、なんかお客さんのその時のグルーヴ感がもう一体になってればそれこそそのもうここぞっていう時にヒップホップの話がしても盛り上がると思うんですよ、うん、なかなかそれを作り出せないちょっと今の現状というか、うん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 、そうだね。でもまあ本当あの簡単に言うとさっきみたいにねその最終的に美味しいところでヒップホップランデビュー持ってくっていうのもあるけど、うん、でもまあ本当昔から結構いろいろかけてた俺からすると、俺だってもう普通にヒップホップのパーティーでトランスとかかけてたからねあまああえてね、はいはいうん、でも気合い結論気合気合ですね。いやだってさもうお客さんが引くぐらいさすごいテンションでかけとったらさまあね、えいや間違いないです、間違いないですね。で、ね、結構ああいうフェス系の感じ好きな DJ とか今すごいじゃんパフォーマンス、はい、マイクもあるし、でもどうしてもやっぱヒップホップランナビ系になるとさ実際海外とかだともうほんとマイクとかで煽りまくってみたいな感じだけど、うん、なんかこうちょっとしれっとクールにやっちゃうスタイルが多いからさ、うん、そうなると難しいよね。だってただでさえ、まあ、今ちょっと流れが変わってきたとはいえさ、あのそう EDM とかがね主流だとしたらちょっとこうなんていうのヒップホップランドビーがそもそも弱いのにそれを弱くかけちゃったらどんどん弱くなってるっていうか、うん、だからあとやっぱなんだろうそのまあ、前もなんかこういう話したかもしれんけどさ、でも EDM とかトップ40がさ主流の音楽でかつここ 4,5 年のもうグレーティストヒッツみたいな選曲してるわけじゃん、はい、あの強いジャンルだったらまあ本当はもっと攻めてもいいと思うんだけど、提案してもいいと思うんだけど、すごい主流でかつもうみんな知ってるような曲みたいな、うんところでさ、やっぱりそのヒップホップ R&B で対抗しようとしたクラシックとかさヒット曲だけかけとればいいってわけではないけど、なんかもうちょっとこう本当なんだろうヒップホップ R&B を聴かない人に対してやばいでしょヒップホップ R&B みたいな感じで、でもまあそうだね、もうだって本当はヒップホップとか R&B の方がラジオとかでもかかってるし知ってる曲って多いんじゃないかなと思うんだよ ね、はい、でもなんかこうやたら新譜になっちゃったりとか、はい、
なんで多分やっぱりみんなが一緒に何かできることが結構ヒットしてきたじゃないですか。でこの前も深いヒップホップってなんとかチャレンジとかの動画でみんながやるから楽しくて、うん、SNS のね、はい、なんていうんだっけ、バイラルヒット違ったっけ、なんかまあでしょう、ね、動画がバズってそう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 、タイムシェイクとかね、はい、でまあよく聞くパリピダンスとかも、うん、あれみんなでできるから楽しいから流行る、うん、なんでそういう、まあでもパリピダンスって東海とか関西の独自カルチャーっていうか、名古屋発祥らしいですね。あ、そう、名古屋発祥らしいです、ね、でもあんまりいるとこにはいるけどって感じだけどね。まあそうですね、見んとこは見んけど、もう少ないですね。そうですね、もうオープンの時に人がまだいない時に邪魔にならない空間広いからもう DJ ブース前で存分に踊れるみたいな。あ、そこでやってるんだねで人が入ってきたらもうちょっと普通にこの、いいね、マナーがいいねなんかやっぱりちょっと、うん、いろいろ言われて、ああ確かに言われてたんで、ちょっともう、まあ愛好家さんたちもそこら辺は空気を読んで、なるほどね、はいはい、あれ僕ちょっと全然違うんですけど、うんうんうん、ちょっとディスコよりももっと深いディスコみたいな箱に行ったことあるんですけど、うんうん、昔ってこう向かい合って踊ってたんですよね、ああいう場所。ディスコより深いディスコ、深いディスコっていうか、もう本当に昔鬼通いしてた人たちが来る、本当にちっちゃいバーみたいなところで。なるほど、だから昔ながらのディスコの雰囲気を守って、そうですそうです、ガチディスコパーティーね、はい、でこう2列で向かい合って、ああラインダンスだっていうんですか、あびっくりして、しかもこれでも安全だなとか思って、まあそういう時代もあったんじゃない、サタデーナイトフィーバーとかさ、ジョン・トラボルタの映画がすごい流行ってとかね、あれでしょ、こう2列でここの真ん中で踊ったりとか。ああ違うの、あそう、真ん中はいなかったんですよ。あ真ん中はいない、はい、でももう男の人と女の人がもう向かい合ってこう踊って、だからどんどん安全になっていくんだなって僕思ってるんですよ、ね、モッシュピットのサークルモッシュができたじゃないですか、みんなが怪我しないようになるほどね、そうだで、まあちょっと DJ 的な話からずれるし、いい悪いは別だけどさ、はい、まあだけどそうだね、だからヒップホップランドビーとかも結局今ってそういう振りがあったりとか、まあ、レゲエとかもそうですね。そうですね、もう今、うん、レゲエラジオ体操みたいな、そう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 、うん、だからなんかパリピダンスがダメでとか、うん、パラパラがダメでとかもなくて、まあやっぱりそういうのが浸透しやすいし、ね、はい、まあ、特に日本人なんか好きだよね。そうですね、うん、ただそれきっかけでちょっとなんかいろいろ曲を知ってもらえると、うん、そうそうそう、そうだから俺もね、別にあんなんていうか、まあ、ヒップホップのダンスとか俺踊れんけどさ、でもまあ知ってるから楽しいっていう楽しさもあるし、うん、そうですね、ただその思考回路がストップするのが嫌なんだ俺、その DJ がいまいちなのに、うん、その曲かかると盛り上がったりとか、みんなその曲だけ一斉に同じ踊りしだすとかだからまあそういう楽しみ方もあっていいんだけど、もうちょっとね、エモーショナルにというかさ、その気分で楽しんでくれたらいいなと思うんだけど、だからそういう意味ではヒップホップとか R&B とかもさ、もう今のね、そうほぼダンス付きでしょ、うん、流行ってるのとか、なんかそういうのほんとゴーゴーダンサーとかと一緒にね、お客さんに教えてみんなで踊るとか、はい、まあ、そういうのもね、そうですね、楽しいっちゃ楽しいし、いろんなやり方はあるよね、うん、でそれで流行ったら、じゃあこういうとこ行く人がいてとかさ、でもなんかね、流れはそのヒップホップとか R&B に来てるとは思いつつ、やっぱなんだろうな、その辺をバシッとこう提案する DJ とかしきれてないのかなっていう感じはしちゃうよね。なんかどうしてもね、多分好きになればなるほど凝り固まっちゃうというか、うん、でそう、今ってなんだろう、すごいコアなそのお客さんって少ないような気がしてて、なんでかっていうと、まあコアなお客さんもいるけど、クラブに来なかったりで、クラブに来てるその辺ってもう俺みんな DJ しちゃってるような気がするんだよね。
多くなりましたもんね、DJ も。そうそうそう、すごいやっぱ DJ が特別な感じでもなくなってきちゃったというかさ、あの昔はいいコアなお客さんだったぐらいの感じの層が、うん、もう演者側になっちゃってるような気がする。もう私もしたいみたいな。でもなんかハス側その辺向けちゃってるんだよね。なんかなんていうの、幻の層に対してなんかやっちゃってるような気がして。だからまあ俺もでもニューヨーク乗りのとかさ、こういうのも好きだから、そういう DJ とかそういうパーティーもあってほしいけど、なんかもうちょいこう分かりやすくというかね、一般的なやり方、やりなんだろうな、まあ、日本独特のやり方で俺いいと思うんだよね。だから今ヨーロッパとかでももうほんとヒップホップランダビーばっからしいのよ、どこのクラブにしても。まあフェスとか行けばさ四つ打ちとかかかってるけど、でもやっぱ絶対ニューヨークとかアメリカとは違うパーティーしてて、特に日本とかやっぱそのもうニューヨークのヒップホップのもう呪縛みたいのがすごいからさ、だからそこはそこでもちろんあってほしいけど、なんかそうじゃないやり方をもうちょっとこうみんなが何が正解かは分からんけどさ、模索してやっていくと面白くなってくるんかなと思うよね。だって EDM だってそうじゃん。EDM って言ってるけど、すごい流行ったってさ、って本場の EDM とか全然違うわけでしょ。そうですね、違いますね。じゃなきゃ俺はやっぱ流行んないと思うんだよね、はい、それはいい悪い別として。うん、だから結局これでなんかヒップホップとか R&B がまた流行ったとしても、その EDM が流行った時もそうだけどさ、でも本来四つ打ちやってた人とかっていや俺らは違うよみたいな感じで、結構じゃあ EDM が流行って、まあ、得した人っていうと言い方悪いかもしれんけど、まあフューチャーされた人ってなんかね、わかるでしょ、そのがっつり四つ打ちじゃなかった人だったりとかしてさ、はいはい、なんかそう、まあで、まあ難しいけどね。でもヒップホップとかR&Bとかも結局やっぱりそういう器用な人がなんかまあうまいことやって盛り上がっていくのかなとは思うんだけど、はい、まあもうちょっと そこに対して思い入れあるね。だってヒップホップとかR&Bが好きな DJ がヒップホップR&Bね聞かない人にやっぱ好きになってもらうのってそれこそ醍醐味だし、本来の DJ かなと思うから、なんかそういう高い意識を持ちつつなんか分かりやすくっていうのはね、まあ自分お前がやれよって話だけど、うん、でもなんかその辺はちょっと自分もでもなんかいいパーティーとか箱とかあったらやりたいなと思うけどね、はいはい、うん、なんかやっぱ DJ がさ好きなさ、そのまあ何でもそうだよ、どのジャンルでも、 でもヒップホップランドビーとさ、お客さんが好きなヒップホップランドビーってやっぱちょっと違ったりするじゃん、うん、そうですね、うん、違うですね。でもさ全然違うわけじゃないから、なんかうまいことできんかなとは思うよね、うん、だからまあそのだからさっきちょっと言ったその楽しみ方の提案とか、うん、そういうのをまあ、もうちょっと動画が今こんだけある、うんうん、こういう楽しみ方があるよみたいな、はいはいはい、この曲は、うん、とかそれと連動して箱でこう、まあ、MC がせっかく 1.55 ダンサーいるんだったらそういうちょっと時間っていうか、うん、もう曲その曲だったらもう こういう踊り方すんだよみたいな、うん、楽しみ方すんだよって、うん、そういう分かりやすく提案した方が今の子たちは、うん、やっぱこう入りやすいのかなと、うんうんうん、まあね、これでまあでもどうだろう、答えになってんのかな。まあ次のコメントに期待しましょう。はい、まあまあっていうとこですかね。そうですね。はいはい。タナはね、あのじゃあもうあのオタレコ店長荒川くんの専門学校の、はい、そうだ、ね、同級生なんですよ。仲良かったの？あのちょいちょい喫煙所とかで あったりとか、まあ、なんかイベントとかあったりとか、うん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 、
で蓋を開けてみれば共通のクラブの知り合いがいっぱいいて、うーん、えー、みたいな。なるほどね。まあそんな縁もありつつ、縁もありつつで今日は出ていただきました、はい、ありがとうございます、はいはい、どっかのまたパーティーで見かけるかもしれないんで、はいはいはい、何かあのウェブサイトとか送っていただければ僕、ああ、はい、ぜひ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 インスタに結構載せるんで、あ、写真とか、おお、はいはい、ぜひぜひということです、はい、ガイダンスショットのパーティーカメラマンタナでした。ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。マジアも最高です。はい、じゃあまた。